お願いします。じゃあ、あ、こんにちは、京都さんが4番キャプテンの松田天馬です。今日はたくさんの質問ありがとうございます。それにしっかり答えていきたいと思います。京都市在住、新宮淳也さん、大学1年生から、質問です。こんにちは。松田天馬選手は小柄ですが、生観戦した時にものすごい足の太さに驚きました。僕も小柄なので、どのようなトレーニングだとあのようにたくましい足になるのでしょうか。京都サンガに来てくれてありがとうございます。これからも応援させていただきます。はい。いきなりなんか難しいですね。そうやね。ナチュラルな部分もすごくあるんですけど、まあ別に太くならなくていいと思うし、まあしっかり自分に合ったトレーニングしてればいい体になると思うんで、うん、そこはいろんな情報を得てそこから絞り取ればいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。次、八幡市在住ラグーさん、17歳、はい、質問です。キャプテンを任された時の気持ち、心情を教えてほしいです。わあ、まあ最初言われた時は正直不安な気持ちもあったし、自分にできるかなと思ってたんですけど、まあなんですか、この J2 の中でシーズン通して優勝した時のキャプテンが自分でありたいなと思ったし、そこの達成感というか、そういうのはやってみないと得られないっていうのはあるんで、うん、やってみればキャプテンらしくなれるかなと思ったし、うん、まずやってみることが大事だなと思ったんで、うん、すんなりというか、やってやろうという気持ちで受け入れましたね。100点やん。全然100点やん。100点100点やん。しっかりやってください。オッケー、ありがとう。で、一応動画今から流して、あ、これ流れる。そうそう、今からこれこっちで。天馬選手こんにちは、伊藤千歳です。天馬選手の好きなプレーは何ですか？あと、小学生の時どれだけ練習しましたか？僕はサッカーを習い始めたばかりなので、練習を応援してくれると嬉しいです。天馬選手も頑張ってください。はい、喋りうまいな。うまい、うまい、かわいい。まずどんなプレーが好きかっていうと、やっぱドリブルでバイタリエルに入っていく姿勢だったり、ワンツーで入っていってミドルシュートバーン決めたり、あ、こっちかな、そういうリズムを変えれる選手が好きだし、そういう選手でありたいなと思います。小学生の時は、毎日練習してたのかな。毎日練習してて、まあ学校もあるんで、もちろんその後帰ってきて練習場まで走って行ったり、それから夜9時10時ぐらいまで練習してたのかな。そんな感じの毎日をずっと過ごしてましたね。まあ休みの日も本当に常にサッカーしてたって感じかな、そんな感じで過ごしてました。はい、あと応援してほしいらしい、はい、もちろん千歳君、千歳君どこでプレーしてるのか分かんないですけど、まあ応援してます。いつも応援しています。京都サンガ FC のサポーターです。松田選手に質問です。松田選手はバレンタインデーに今までチョコレートを最高何個もらいましたか？またバレンタインデーのエピソードなどあれば教えてください。いや困るな、確かに。バレンタインデーか、この時期に。バレンタインデー僕そんなにもらった記憶ないんですけど、3個ぐらいかな。本当にリアルに言うと、ま、本当に。ほんまに。本当そうです。その親戚とかおばちゃんとかも
含めたらもちろんあるんですけど、でも本当にあんまりもらった記憶なくて、なんだろうな。でも小学生か中学生の頃か、もちろんちっちゃい頃か、小学生の頃かな、もらって、でも恥ずかしながらも親に返せ返せ言われて家まで行って返した記憶ありますけど、そんぐらいですかね、本当に3個本当そうです。もっともらってそうやけどな、モテそうやけどな。高校の時とかそんぐらいかな。高校の時、高校僕男子校だし。そうか、はい、東か。そうか、そうか。全然バレンタインに縁がない人だったんで。そんなもん隠してんじゃん。本当そんな感じですね。サンガ大好きの小学2年のコウタです。山科に住んでいます。松田選手に6つの質問をします。1つ目は好きなポジションを教えてください。2つ目、チームの優勝以外で今シーズンの目標を教えてください。3つ目、サンガの選手で一番仲良しな人は誰ですか。4つ目、キゼさんは怖くないですか。5つ目、好きな女性芸能人を教えてください。最後はお願いですが、来年安心小学校に来てもらえませんか。めっちゃ来てほしいです。小学校、小学校、あれ俺全然覚えてない。そうなんよ。好きなポジションか。好きなポジションは、そう、最初好きなポジション、 好きなポジションはやっぱりミッドフィルダーですね。ずっと小さい頃からやってきたし、うん、他にって言われたらやっぱフォワードも好きですね。点取る仕事が多いし、前の、前目のポジションが好きです。で、今シーズンの目標かな。そうなんです、優勝以外に言ってましたね。優勝以外、今シーズンの目標は具体的な数字はあまり自分の中に持ってないけど、まあ本当に多くの得点に絡むことと、うん、あとやっぱ全試合出場することです。で、サンガの選手の中で誰と一番仲がいいですか。俺あんま仲良くないからな。あれ。まあ誰ってのはあんまいないし、なんかこんな一匹狼みたいな感じのとこもあるんで、まあみんなともっと仲良くなりたいし、もっとなんかこういうご時世じゃなかったらご飯も行きたいなと思ってるんで、うん、まだまだこれから仲深めていきたいなと思ってます。キジェさんは怖いですか。昔よりは怖くないかな、全然。まあ僕、昔から怖いっていう印象なかったし、なんか熱い人なんで、すごい思いを持って喋る人だし、顔面は怖いかもしれないけど、全然中身はそんなことなく、すごく愛のこもった指導者だと思いますよ。関西人って感じよね、なんか。そうですね、標準語喋るけど、うん、めちゃくちゃこう愛嬌があるというかね。愛嬌ありますね、よく喋る人だし、で、好きな芸能人、女性芸能人。ああ、昔とか宮崎あおいとか言ってたんですけど、ああ、今誰やろ、渡辺直美とかの YouTube 結構見ます。意外な一面やな。ちょっとで、最後あれか、安守小学校やったかな、に来てください、はい、ぜひ機会があったら行きたいと思うし、コウタ君、コウタ君にもぜひ会いに行きたいなと思ってます。本当にコロナが早く収束してほしいのと、そしたら会いに行けるかなと思ってます。翔吾、京都府在住22歳の浅田翔吾です。松田選手に質問です。なぜ松田選手は平気な顔をして氷のたくさん入った水風呂に入れるんですか、教えてください。コメントさん、いや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 、そこ、そうそうそうね、そこなんや。そこそこなんや、ほんま
り。まあよく翔吾とはお風呂も一緒になること多いんですけど、いやでも氷率先して入れるのこいつっすからなんだよ。でも昔から豪太役よくするし、全然なんか平気で水風呂入れますね。なんでかマジ分からないっす。そうやね、分からないよな。全然平気でやります。ただただ得意っていうね、うん、めっちゃ得意っすね水風呂は。いや、しょう、まさかの、はい、浅田選手からよね。なんか天馬選手こんにちは。数31歳、亀岡市に住んでます。天馬選手に質問なのですが、今シーズンのサンガのサッカーはとてもハードで見ていてワクワクするのですが、そんなハードワークをこなす上で天馬選手のモチベーションを保つ秘訣があればぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。 J1 昇格に向けて頑張ってください。はい、僕のモチベーションは、うん、めっちゃ真面目に答えるとやっぱり家族と、今年湘南から京都に移籍してきたっていうその覚悟というか、周りにちょっと反対されつつも覚悟を持ってきて絶対優勝させているっていうのが、それがモチベーションになってるし、うん、それとやっぱキャプテンの立場としてJ2 優勝して J1 昇格上げた時の光景とか、そのサポーターと喜びを分かち合えるスタジアムで、そういうのを想像するとすごくモチベーションが上がりますね。それをモチベーションにして今年はやってます。今のところ真面目じゃない方は真面目じゃない方はないかな真面目じゃない方はやっぱりご褒美じゃないですか。なんでやろ、お金かけないですか。あ、お金か。お金な、まあでもそういうのはありますね。勝ったら何買おうとか。そうやな、うん、大事やもんな。よくだって、はい、それがすごく楽しいっす。OK、ありがとう。今季初の試合観戦と山岳ルーフラッグベアラーに応募しワクワクしていたのですが中止になりました。気分が沈んでいるとき、どうやって気分を切り替えていますか？おぉ子供やのに大人な質問ねぇ、とことんその日は悩んで、もう次の日には忘れます。寝たら忘れるっていうのを癖にすれば僕すぐ忘れちゃうんで、それでやってるかな。あんま沈むことがないっす、本当に。うん、すごくポジティブシンキングだし、うん、なんか他のこと考えたりいい方向に持っていけば、うん、そう、お金はないっすねいい方向にね、考え方持っていけば、うん、切り替えれると思うんで、うん、楽しい方にぜひチャレンジしてすぐ切り替えることが大事だと思います。うん、すごいいいかな難しい、難しいないっすね、あんまり。次に向けて頑張りますすぐ切り替えて、うん、沈んでもいいことないもんね。そうっすね、あとやっぱ人のせいにしたり他のことのせいにしたりすると本当にいいことないんで、うん、自分に矢印向けてポジティブに考えた方が絶対明るい未来になってると思います。僕は松田選手に憧れていて髪型を真似している時期もあったのですが、なかなかうまくいきませんでした。松田選手はどうしてそんなにサラサラな髪の毛なんですか、教えてください。完全に遺伝ですずっと昔からサラサラだし、本当に困ること多いですよ。でも最近はいろんな髪型できないし、うん、もうちょい短くしたいなと思います。憧れてくれてる、はい、確かにあんまやめた方がいいかな今のね、髪型の方がいいと思います。質問です。
いつもお休みの日には何をされていますか？これからも応援してます。シンプル。最近難しいですよね、本当に。こういう時期というか、このコロナになってからの時期は家で過ごすことが多いし、でも休みの日は何かしらしたいんで、家でちょっとバーベキューしたり、まあちょっと出かける範囲で出かけたり、あとやっぱりワンちゃん飼ってるんで犬の散歩にしたり、ちょっとゆっくり過ごすことが多いですね、最近は。ゲームとかせーの、みんなしてるやん。最初の自粛期間中だけちょっとしたんですけど、やっぱ向いてないんでそんなにしないですね。全然しないです、ゲームは。キャンプの時にさ、はい、なんか何してんのって質問したらさ、はい、サッカーの動画見るか本読んでるとかって、はい、そうですね、そうですね、ほんとそんな感じでゆっくり過ごしてます。休みの日はでもサッカー見ないかな、最近は。本当に一日オフってなったらサッカー見ないように家族と過ごすこと多いし、でもお互いゆっくり本読んだりすることも多いですね。そや、新婚か。そうそう、新婚っす、一応。そやな。京都産が FC に移籍してきて最初の印象と今の印象は何ですか？最初の印象、今の印象か。そうそうそう。最初の印象って来た時ですかね。そうやね、来た時、来る前かな。最初の印象、京都産がのイメージは本当でっかいクラブで、すごい環境も整ってて、でも J2 でくすぶってるなっていうイメージのチームで、まあでも本当に来てみるとみんな意欲的で、すごくサッカーに対して熱があって、練習しててものすごい楽しいですし、それがもう今の印象ですかね。であとやっぱり上の選手がすごいサッカーに対して貪欲で、それがすごくチームに活気が出て、助かってます。イメージとしてはそんな感じですかね、今は。森脇とか。そうですね、森君とか陳君とかもそうだし、モブタもバイスもそうだし、活気がある選手が多いんで、助かってます。まず一試合一試合を大事にすることと、本当に最後の目標達成に向けて、今はこの3月で日々の練習を全力で臨むことですね。それからいつもサポーターの皆さんには本当に力をお借りしてます。今後もぜひ僕たちの力になってほしいんで、力強い声援だったり、力強いサポートよろしくお願いします。頑張りましょう。たくさんの質問ありがとうございました。この動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい。もう一回いきます。どうどうまあ大丈夫さ。いい、はい、まあ、逆にやと思います。いいっすね。